ちなみに今日中央新聞いらっしゃるんですか。支局長はどちらに行かれたんですか。ちょっと僕電話してもいいですか。前でなんか記者会見の場でいちいち言わなくてもいいから直接言ってくれたらいいんですよって言われてたんで、なんかいらっしゃるのはいらっしゃるんですか。あのちゃんと存在はしてますけど、僕結構あれですよ、本当に心配をしてるんですよ。ちょっと電話していいですか。分かりました。いや、そりゃそうだよ。無断欠席続けたらお家に確認の電話するでしょ。携帯幸いこれで着去されてたとしますか。その仕事でもいいんじゃないですか。はい、中国社名ですか。ちょっとお伝えいただければと思うんですけども、支局長としての職責というのがあると思うんですよ。私が口を出す範疇じゃないのかもしれないんですが、少なくとも職業人として仕事の相手方なわけですじゃないんですか。もう違うんですか。市長のお考えはちゃんと聞いて、伝えます。で、都合が悪くなったら逃げてるようにしか今見えないですよ。てか逃げてますね。逃がしてるんですか、本社の。本人の意思じゃないですよね、さすがに。本人の意思でこれやってるとしたら大問題ですよね。それこそ、ね、罰せられますよね、職責者。だから本社の指示だと思うんですけど、だとするならばですよ。中国新聞社自体のガバナンスがやばいと思いますよ。というのは、これまでもお伝えしているのでご理解はしていただいているかなと思うんですが、そんな政治が許さないじゃないですか。許されないじゃないですか、メディアの皆さんからして。ね、逆の立場になったら自分は特別扱いするってダブルスタンダードで、ね、ダブルスタンダードって反転可能性テストに照らせば悪ですよ。というのは、これまでもお伝えしているので、ぜひ社会の好機として恥ずかしくない対応を社として取っていただければなと思います。また改めて社の方には市としてお伝えをしようと思います。はい、ぜひ恵比寿さんにいつか、ね、また来てくださいとお伝えください。この前たまたまそこですれ違ったんですよ、市民文化祭の時に。足早に去られましたけど、そんな僕噛みつくようなあれじゃないんで、普通に挨拶をしてくれればなと思います。はい、ちなみに皆さんあんまり聞かれないんですけど、なんで僕が千葉に行ってたかって気にならないですか。ないですか。うっかり行くような人間じゃないですよ。当然ですけど計算して狙っていってますよ。実は去年の12月か、議会がそれに、気づいたというか、噛みついてきた時に職員には説明をしたんですけども、あれわざと言ってます、もちろん。でわざと言った理由は何かというと、一言言うと笑いにするためですよ、もちろん。ただ残念ながら、ね、今回も昨年も答弁しきった通り、クリティカルな問題がないんですよね、防災上、災害対策上。なので食いついたメディアは中国新聞ぐらいでした、ね、恵比寿記者がここぞとばかりに、ね、大々的にね、普段あんなに咲かないのに秋田方氏に、市長がなんとかというふうに書かれたんですけども、理性のあるメディアは飛びつかなかったんです。なのでそのギリギリのラインを狙いました。で参考にしたのは、その数年前にあった千葉県知事、当時のね、が災害、まさに太陽ですね、台風が直撃した翌日に、なんかね、別荘かどっか行ってたんです。これはやっぱりネタになるって正直思いました。なので、ちょっとかすめるぐらい、ただ当たらないんですよぐらいの僕のアクションは話題になるんだろうなと思って、これはもちろん計算していきました。でもう一個はこれ大事なんですよ。でさっき熊高議員がね、千葉県のかつのね、一宮町、というところも言及されてたんですけども、トライアスロンが大事なんです。なんでかというと、トライアスロンのやってる人たち、トライアスリートって所得階層が高いんですね、富裕層ですね。富裕層の目をこっちに向けるっていうのは秋田方氏にとって極めて重要な戦略です。ね、ふるさと納税だけでも、ね、何千人かいる、ね、トライアスリート持っているかな、全国。
ね、秋田方市に注目して関心持ってもらったら、ね、何万円か何百万円もしかして入るじゃないですか。入っただけ丸儲けなんです。もちろん災害対応に一定の穴もないっていう条件ですよ、ね、市民に迷惑かけたり、ね、市に損害を与えたら元も子もないので、その最低ラインは完全に死守した上で当日昨年はああいう、対応をしてます。なのでもし台風があと半日、まあもう数時間早く秋田方市に来てるんであれば、私は棄権して帰ってきました。ただそれだけです。万全の準備を持って、当日出かけていったというのが真相です。そこまで私計算してやってますから、ね、その場の思いつきでああだこうだやっててもすぐ詰まるんですよ。そうじゃなくて2手3手4手5手10手先まで見通してやるっていうのが仕事の上では大事ですし、特に政治家、さらに言えばこういう小さな自治体においては生き残り戦略ですね。もう本当生き残りなんですよ。生きるか死ぬかがかかっているので、私はそれぐらい感覚を取り澄ませて職務に当たっています。あえてそういう、まあ、その話題性を、狙ってっていうことなんですが、今後もじゃあそういうことをされていくつもりですか。災害がもしかしたら目前に迫ってて、例えば便の遅れとかがあったら、それ戻ってこれなかったら結局致命的なわけで、市民に対して不安を与えかねないことでもあるので、あえてっていうのが若干比較的なるほど。なのでバッファーを持って当然全部対応してます。ギリギリの追われるところで、動いてるわけではなくて、かなり余裕を持って対処しています。で、同じようなことをやるのかっていうご質問なんですけども、広い意味ではやります。これからも、ね、樹木を集めるっていうのは大事なんで。ただ災害関連でやるかといえば多分やらないと思います。なんでかって言ったら2番線じゃないですか。同じこと2回やったって芸がないじゃないですか。なのでそれはもう狙わないですけども、他の意味で他の観点において、使えるものは全部使うっていうのがこれまで通り私の基本戦略になってます。